皆さんこんにちは、アリちゃんです。はい、本日の動画はですね、ご報告動画になります。タイトルにもある通り、私は2021年6月22日をもって、約4年間勤めてきたアットコスメを運営する株式会社アイスタイルを退職することになりました。私は2017年の4月にアットコスメを運営する株式会社アイスタイルっていう会社に新卒で入社をしまして、 SNS 上でアットコスメ社員であるっていうのを公表し始めたのは本当に直近1年間ぐらいではあったんですけど、最近はね、もうずっとアットコスメ社員アリちゃんっていう名前でこういったね活動とかもさせてもらっていたので、みんなにも報告したいなと思って今回動画を撮らせてもらっています。なんかそもそもなんでアットコスメ社員をやりながら YouTuber やってたんですかとかね、そういった部分から説明とかもね、正確にしっかりとしていたわけではなかったので、まあせっかくなので今回の動画では、そもそもなんで私が今までずっとアットコスメ社員をやりながら YouTuber として活動していたのかっていう部分と、なぜ辞めるのかっていう部分と、辞めた後これからどういうことをしていくのかっていうのをね、3つお話しできたらなと思っておりますので、もし興味がある方がいらっしゃったら、ぜひ最後まで動画ご覧いただけると幸いです。それでは動画スタート。はい、ということで、まずね、一つ目のなんで私がアットコスメ社員をやりながら YouTuber をねやっていたのかっていうところから説明をさせてもらえたらなと思います。そう、なんかこの話ね、 YouTube を始めたばっかりの時に一回ね、実は動画を撮ったこともあるんですけど、私ですね、本当中学生の時からやりたいことがずっと変わっていなくてですね、私がやりたいことって自分が共感する何かで女の子のためになる仕事がしたいっていうのがもうずっと自分の軸としてあるんですね。で、まあ、女の子のためになる仕事ってまあ世の中にねたくさんあるとは思うんですけど、まあ、その中でも私が共感するのが美容と、あとキャリア支援ってところにもすごく興味があったので、私は基本的にその就職活動をしているときは美容業界かそのキャリア支援っていう人材業界、このどっちかで仕事がしたいっていうのがずっと気持ちとしてあって、なのでまあ就職活動もその2軸でずっとしているような人間でした。で、まあ、就職活動もね本当にいろんな会社を見てたんですけれども、まあ、そこでアットコスメと出会うことができて、アットコスメに入れば自分のそのやりたかった美容を通じて世の中のその女の子のためになる仕事ができると本当に思ったので、2017年の4月に入社をしました。で、実際にアットコスメに入ってみたら、本当にアットコスメっていう会社はですね、私にとってでは本当にもったいないぐらい恵まれた環境だったなってすごく思っていて、若手の時からちゃんと信じて責任ある仕事を任せてくれたりとか、手を挙げればいつだってやりたい仕事を任せてくれたりとか、あとは先輩とか上司も常に私のことを信じてくれて向き合ってくれるような人たちばっかりで、本当に私にはもったいないぐらい恵まれた環境で4年間働かせてもらったなと本当に本当に思っています。そうなので本当に恵まれた環境だったんですけど、ただ、壁が全くなかったかって言われると、まあ、そんなこともなくて、まあ、壁もあったんですね。なんか新卒1年目の時はアットコスメに入れば自分がずっとやりたいと思っていた美容を通して世の中の女の子の役に立ちたいとか、ためになる存在になりたいとか、そういった自分の思いがアットコスメに入れば、まあ、自然とって言ったら言い過ぎかもしれないけど、まあ、アットコスメに入れば自分のそう言いたいこととか自分のそういう思いとかが叶っていくものだと思ってたんですね、新卒1年目の時は。まあ、なんだけれども現実はやっぱりそんな甘くなくて、すっごい恵まれた環境だったけれども、新卒1年目の時は本当に自分のやっぱ無力さっていうのをすごく感じる1年間でした。アットコスメっていう会社には私よりもすごい人しかいなくて、私よりも知識を持った人とか、私よりも賢い人、私よりも影響力がある人、私よりも、センスがある人、なんかそういう人たちがすごいたくさんいらっしゃる会社だったから、美容を通して女の子たちの役に立ちたいからアットコスメに入ったのに、果たしてなんか私は世の中の女の子の役にどのぐらい立ててるんだろうかみたいな、不安とか焦りとかが正直1年目の時とかはすごくあったんですね。で、まあ、今ね振り返れば、そりゃ新卒1年目のなんかペーペーがそれこそなんかもう何十年も社会人経験を積んできた部長クラスの、ね、人たちと実力をなんか比べて、あ、なんか私よりもみんなすごい、私なんか何ができてるんだろうってなんか不安になること自体がちょっとおかしいなとも思うんですけど、なんかもうそれよりもまあ目の前の仕事をまず頑張るよとかね、そういう風に今だったら思うんですけど、まあ、やっぱりでも当
当時の私はすっごい不安とか焦りがすごくて、まあ、このままアットコスメで頑張っていけばその自分がずっとやりたいと思っていた美容を通して誰かの役に立てる存在になれるとは思ったんですけど、果たしてそういう実感ができるのにあとなんか何年かかるんだろうみたいな気持ちとかもやっぱり当時はあって、でそんなもうモヤモヤしてた時期に出会ったのが、SNS でした。でちょうどその時とかはそれこそゆうこすちゃんとかがSNS とかを使ってどんどん活躍とかをし始めてきている時で、なんか社内とかでもなんか最近その若手の女の子たちが SNS とか使ってぐんぐん新しい働き方とか新しいチャレンジしてていいよねとか、なんかそういった話題とかも出てきてたタイミングだったので、その時にその SNS っていう領域を使えばそれこそやっぱ部長の人たちじゃ勝負できなさそうなところで違った価値が発揮できるかもしれないとか、自分がずっとやりたいと思っていた美容を通してなんか女の子の役に立ちたい、そういった実感をしたいっていうのが結構直接的に感じられるんじゃないかっていうところを、自分自身が思ってマットコスメ社員をやりながらこういった SNS の活動をし始めようっていうのが私のそもそもの SNS を始めたきっかけでした。で、まあ、約この2年間アットコスメ社員と頭この YouTuber っていうところの両立っていう形でやらせてきてもらいました。でじゃあなんで辞めるのかっていうね話もしていきたいんですけど、本当この正社員と YouTuber の両立っていうね働き方は確かにその時間とか体力面で言ったら、まあバタバタする時もあったはあったんですけど、それ以上に、アットコスメの仕事も、まあ、この YouTuber としての活動も私にとってはすごい両方ともやりたいことだったので、バタバタはしたけどやっぱそれ以上にすごい幸せな気持ちの方が大きかったから、本当にこの働き方が一番自分らしい働き方だったなと今でも思ってはいます、まあ、なんだけれども、最近私の中で新たに思うようになってきたこととしては、やっぱり両立じゃなくて一本で勝負をしている人たちと比較をすると、やっぱりその提供できる情報量とか情報の質とかではどこか限界があるなっていうのを自分自身が感じるようになってきました。それは正社員1本で頑張ってる人もそうだし YouTuber1 本で頑張ってる人も同じくなんですけど、そうやっぱねその1本で勝負をしている人たちと比較をした時に、まあ、両立をしている私の悪く言えば中途半端さって言えばいいのかな、なんかそういったところにーなんかちょっと限界を自分自身で感じる瞬間とかも増えてきました。で、まあ、SNS の発信を続けて、まあ、約ね2年間経ったんですけど、ありがたいことに私のね意見を信用してくれたりとか、あとはコスメに関する悩みとかを私に直接相談してきてくれる人とかとたくさん出会うようにもなって、かつまあ私自身もやっぱりそのコスメに触れ合う時間っていうのがアットコスメ社員になっても、まあ、こういった発信活動をするようになっても、まあ、圧倒的に増えて、で私自身が、消費者としてもっと発信したいなって思うようなコスメの内容とかが増えてきたんですよね。ってなった時にじゃあどうしようかって自分の中でなって、まあさっきも言ったようにアットコスメにはすっごく恩もあるし、あとはまあ両立はちょっとバタバタはするけれども、まあ、安定はしているなとも思うし、あとはまあアットコスメ4年間働かせてもらって、まあ、すごくいい意味で居心地も良かったし、まあ、なんとなく未来もイメージがしやすかった部分とかもあったから、まあこのままでもいいじゃんって思ったりももちろんしたんですけど、でもまあさっきも言ったように、まあ、私もこういった活動を2年間続けてきて、やっぱりどんどんともっと情報量だったりとか情報の質っていう部分で自分自身が納得できない部分とかも増えてきて、もっと需要のある化粧品の情報をもっと早くかつもっと分かりやすく、届けられる人になりたいなっていう気持ちとかが自分の中には確実にあったし、まあ、逆に今までの自分の使い方で言うと8割9割を本当にアットコスメの仕事に費やして、残りの1割でこういった YouTube の、ね、活動とかをやっていたので、逆にこの YouTube の活動とかを本格化させたらなんかどういう風になっていくのかっていうところも自分自身がやっぱり想像がつかなかった。だから、まあ、今私26歳なんですけど、まあ、26歳のこのタイミングで、ちょっと1回ぐらい想像できない未来への挑戦っていうのをやってみてもいいのかなと思って、今回アットコスメの方を退職することにしました。
まあ、でもとはいえね、本当アットコスメっていうね環境は私にとってすごい大事な環境ではあったので、このね決断をするのに約ね1年かかりました実は。1年前ぐらいに上司に、いやなんか最近ちょっと悩んでるんですよ、どう思いますかみたいな相談とかをし始めて、で今年の1月ぐらいに、いややっぱりちょっと挑戦してみようかと思ってるんですみたいな話になって、ようやく3月に決定して6月に退職っていうね、本当1年がかりの決断ではあったんですけど、まあ、でも最終的には会社の方も背中を押してくれて円満退職という形での退職になりました。まあ、最後にね、じゃあアットコスメをやめてこれから何をしていくんじゃいっていうね話になると思うんですけど、まずはね引き続きこういった YouTube とか TikTok とか SNS を使って、まあ、コスメにね関する情報で一人でも多くの誰かの役に立てるような存在になっていきたいなと思っています。あとはアットコスメ退職はするんですけど、退職したからアットコスメとの関係性はこれでおしまいっていうわけではなくて、これからね社員ではないんですけど違った形でね、また引き続きアットコスメには私なりに貢献とかをねしていけたらいいなとも思っているし、そういった話とかもアットコスメ側ともしてはいます。まあ、あとは本当に、今の自分の気持ちとしてはやっぱりそのせっかくねちょっと挑戦をしてみようっていうね選択を取ったんだから、まずは、自分のやっぱ知らないこととかやったことないこと未知なことにこれからどんどん挑戦していきたいなっていう気持ちが今は強いです。ちょっとこれからの活動の部分でまだまだ言えることが少なくて申し訳ないんですけど、徐々にね SNS とかでどんどん発信とかねしていけたらと思っているので、そこでよければ見てもらえると嬉しいです。はい、てなわけで以上でご報告動画終了になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも自分なりにコンテンツの質を磨いていって、少しでもね役に立つような情報を発信していけたらいいなと思っておりますので、これからも頑張ります。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。